皆さんこんにちは、ヤマケイです。今回は久しぶりに VR ペイントをしてみようと思います。で、使用するのはこちら VR オキュラスクエスト1、こちらを使ってチルトブラシで VR ペイントをしてみようと思います。で、今回描くのはあの唐獅子ボタンっていうデザインがあるんですけど、獅子は百獣の王って言われ、ボタンは百花の王と言われており、で、その2つを組み合わせてデザインをしていこうと思うんですけど、なぜ唐獅子ボタンっていうその組み合わせがあるのかって言いますと、で、その百獣の王だった獅子なんですけど、一つだけ恐れるものがあって、それは体に付着した虫なんですけど、その虫が、まあ、肉を食らって獅子を死まで追い込んでいくっていう話があって、その害虫なんですけど、あのボタンから出てくる夜露で死ぬみたいなんですよね。それがあるんで、あの獅子は休む時にボタンの下で眠るって言われております。で、その場面を VR でちょっと作ってみようかなって思っているので、最後まで見ていただけると嬉しいです。このチルトブラシっていうソフトを使ってで描いていくんですけど、少しでもなんか VR に興味のある方とかの参考になれれば嬉しいです。それではご覧ください。どうぞ。